アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のな世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理社です。令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X3 リーグウエスト第4節その一戦となります。クラブベアーズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなくキックオフとなっております。試合開始予定時刻14時10分キックオフ予定となっています。ただいまその試合にを控えまして、両チームそのウォームアップを終えまして、その最終調整に余念なくその体の準備、そしてチームの状況を再確認しているところにあります。両チームの簡単なご紹介をさせていただきます。本日はホームチームという形で、メインスタンド側に陣取り、チームカラーであります今季より新しくなりましたダークグリーンのユニフォームをまといましたクラブベアーズが手前側にありますチームです。むしろオールドファンにとってはその創部当時の名称をマイカルベアーズと称した方が馴染みある方いるかもしれません。1989年に当時ありました企業日井がマイカルブランドを立ち上げる際にそのフラグチップチームとして作られましたマイカルベアーズ、一気に関西三強の一角に躍りまして、関西の、X リーグ黎明期を支えました。しかし後にマイカルがスポンサーから外れまして、ノンスポンサーにの厳しい時期を経て、チーム力は現在下降しましたが、しかし現在 X3 においてその名を轟かせております。スポンサーにもその後新たに株式会社ニータカ、アサヒ油業ネクストなどさまざまな企業がここのチームに賛同しまして、再びその勢力取り返し、多くの昔からの馴染みあるフットボーラーが集いまして、再びその勢力取り返し、今季再び X2 目指さんと意気込んでおりますクラブウェアズ、現在連勝という形で全勝の状況を保ち、この第4節挑んでおります。さらに連勝を重ねという形でこの一戦に挑みます。さあこのクラブウェアズに対する形で本日はアウェー側バックスタンド側にホワイトをまといまして挑みますのが、この大阪にその名を届かせます大阪府警シールズです。文字通りこの市民の安全を守るためにその公務員の中としてこの大阪の治安を維持する立場にあります大阪府警認定のクラブチームとして立ち上がりました大阪府警クラブ、大阪府警シールズです。その名の通り警察官として庶民の盾とならんとするイメージとしてこのニックネームがつきました。フェアプレーをモットーに正々堂々と戦う心を心がけているというチームフィソリーにのっとり今シーズンも X に参戦しております。その仕事の関係上サミットやそして近年ありましたコロナ禍等でその活動においては大きな制約があり、なかなか今季、何期も参加できない時期が続きましたが、さっき参加できない中もしかし2年ぶりに再度今季復帰となっております。なかなかシーズンを通してそして通年を通してという格好で参加することが難しい時期もありました。しかしそのアメリカンフットボールで市民に対して自分たちのそのパフォーマンスをアピールするというその自らの使命を加算という形でその戦いに挑む姿はまさに敬意に表するといったところでしょう。今季その中において久方ぶりに勝利を挙げまして、さらにその勝利白星重ねんとさらにこの強敵に挑まんとしております。さあ果たしてこの大阪府警シリーズはこのクラブベアーズの連勝に歯止めをかける形になるでしょうか。その両雄がこれよりその歩行を交えましてこの第4節を彩る形になります。さあその試合に先立ちましてクラブベアーズの方のメンバーの方にこの、クラブベアーズのチームの紹介とそしてこの試合にかける意気込みをインタビューさせていただきました。よろしければ今から流させていただきますのでご視聴いただければと思います。
クラブベアーズ松井選手にチームの紹介とこの試合に関する意気込みをインタビューお答えいただきました。松井選手ありがとうございました。さあ試合の方ですが、審判団がフィールドに入りまして、まもなく試合開始の時を告げようとしております。両チームさらに気概を上げましてサイドラインに整列いたしました。さあ審判団両チーム首脳陣招きでこれよりコイントスに入ります。令和6年11月4日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2024X3 リーグウエスト第4節クラブベアーズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取っていますのがホームチームとなりますクラブベアーズ、奥側に本日はアウェーという形で挑みます大阪府警シールズです。
大阪府警キックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止ケージで行われます。両チーム激飛ばしましてフィードに入り、これより試合開始となります。まずは大阪府警のキックオフで試合開始となります。キックオフします。キックオフキッカーは11番の田島が務めます。桃山学院大学出身のプレイヤーです。対しましてクラブベアーズはリターナーに1番と12番を配置しました。1番は杉田、日本大学出身。12番は小田、大阪産業大学附属高等学校出身です。さあ手前側にいる選手に蹴り込むような形で短いキックを蹴りました。クラブベアーズ自陣33ヤード付近確保し、この位置からの攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズの攻撃になります。クラブベアーズ自陣33ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入りました。ランニング枠にハンドオフしまして、ランニング枠12番右オープンに展開。ブロッカーの力も借りまして約3ヤードのゲインとなっております。まず最初タフなランから入りました。託されましたのは12番の小田、大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。さあ3ヤード進みまして、残り距離7ヤードの更新距離。クラブベアーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣36ヤード。パス不成功。今度は攻撃が開始点より後方より一度だけできます前パスを敢行しました。クォーターバック8番、ターゲット85番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありまして不成功となっております。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてクラブベアーズ3回目の攻撃に変わります。クラブベアーズサードダウン7、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。ナイスラン、ファースター、この距離をランプレーで突破しました。ランニングバック、30番でしょうか、ハンドオフを託されまして左オフタックル付近を突破、一気に密集点突き抜けまして見事攻撃権更新を果たしております。クラブベアーズファースター、更新しました。ランニングバックは33番でした、中野です。大阪芸術大学出身のルーキーです。さあこれによりハーフウェイ付近まで進みまして、クラブベアーズファーストダウン10、ここで攻撃権は1回目に戻っております。さあ再びナイスラン、ファースター。さあ再び33番でした、今度もオフェンスラインが素晴らしいホールを作りまして、その隙間をすり抜けるようにランニングバック33番一発で攻撃権更新果たしました。クラブベアーズファースター、ここは33番の33番中野が素晴らしい見脚を披露しております。またオフェンスライン陣も素晴らしいブロックを作っています。さあクラブベアーズ相手陣39ヤードからのファーストダウン10、パス成功。クォーターバック8番、今度は外に展開するワイドレシーバー1番にパスを通しまして、まず8ヤード7ヤードのゲインを図っとる形に成功しています。ここは手堅く外にプレーを散らしました。クォーターバック8番は、稲葉です。京都大学出身、取りましたワイドレシーバー1番は杉田、日本大学出身です。
これもまた名門校出身のプレイヤーがここで活躍しています。クラブベアーズセカンダンスイナイスターンファースター、ここでランプレーを挟みました。ランニバック33番ハンドオフから右オフタックル付近縦に切り上がり見事攻撃権更新果たしております。鮮やかなコーナー混ぜました展開をして攻撃を前進しております。クラブヤーズファーストダウン獲得しております。キャリア33番は中野でした。大阪芸術大学出身です。クラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウン10。さあパスを打てる、さらに行く、ナイスゲームファースター。クォーターバック8番今度は左側に展開している29番にパスを投じました。このパスを29番キャッチしましてさらにそこから前進し攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースターン見事なキャッチアンドランを決めましたがワイドレシーバー29番の藤本でした。京都府立大学出身、こちらもルーキーです。さあ相手陣14ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあ一気一貫ビッグゲインファースター、ここでランプレー投入しまして一気にゴール前1ヤードに迫りました。ランニバック33番ハンドオフから右オフタックルを駆け上がりタックル受けながら伸び上がるようにゴール前1ヤードに迫る見事なランを披露しました。素晴らしいランを展開しています。33番は中野です。大阪芸術大学出身。さあこれによりましてゴール前1ヤード2ヤードの状況からのファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でこの距離突破を図ります。ここでトラブルが発生しました。クォーターバックとランニングバックのタイミング合わず、あわやボールを落としかけれないという状況、しかしなんとかクォーターバックが抑えまして攻撃権は確保しております。しかし若干後ろに下がりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン2ゴール残り4ヤード。ここでクラブベアーズは確実にパスによってタッチダウンを上げる形に成功いたしました。残り距離非常に厳しい状況、ランではなくあえてここは非常にスマートにパスでタッチダウンを上げましてクラブベアーズ先制となる6点を獲得しております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック見事決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、大阪府警シリーズ0点。まずクラブベアーズが鮮やかなパスプレーによってタッチダウンを上げまして先制する形に成功しております。見事そのタッチダウンパスをキャッチしましたのはクラブベアーズ29番のプレイヤーでした。クラブベアーズ29番は藤本です。京都府立大学の出身のルーキー、見事にその大役果たしました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にもう1プレーのボーナスがあり、ここでキックをさらに決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、加点という形になります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーン自陣で倒されるセーフティー自殺点の2点です。アメリカンフットボールの得点パターンは結果1回で入る得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになり、この組み合わせによる足し算によりまして決着をつける形になります。そして得点を挙げたクラブヤーズのキックオフで試合再開です。さあ大阪府警リターンに入りました。
中央を駆け上がりまして大阪府警自陣27ヤード付近を確保し、この位置から大阪府警の攻撃に入ります。アメリカンフットボールはラグビーと違いを得点を上げた側がキックオフをしまして試合を再開します。従いましてラグビーと違い失点をした側が次の攻撃を得やすい形になり、双方が攻撃の機会を得やすい形になっています。さあ大阪府警失点許しましたが、このシリーズで同点に追いつくことができるでしょうか。ボールオン自陣27ヤードから大阪府警シリーズファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しました。ランニングバック29番ハンドオフを託されまして密集点に突入、右オフガード付近駆け上がりまして約2ヤードから3、2ヤード程度のゲインを獲得しております。託されましたランニングバックは29番の木村です。京都産業大学出身のプレイヤーです。大阪府警シリーズセカンドダウン8。パス不成功。ここで大阪府警は右に展開していくレシーバーにパスを投じましたが、これをクラブベアーズ10番がパスカット。10番非常に素晴らしいパフォーマンスで、あわやインターセプト戦という素晴らしいカバーではありました。しかしパス不成功という形でサードダウンに変わります。大阪府警シリーズサードダウン8。パス不成功。この距離をパスプレーによって突破を図りました。ターゲットは11番でしたでしょうか。しかしこのパスをキャッチできずパス不成功となりフォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権となりますが、大阪府警この1回どのように行使するでしょうか。体型を変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしパントは攻撃放棄を意味します。さあそのキックでどこまで陣地を挽回できるでしょうか。パンタープレッシャーからかボールをジャグルし、しかし何とか蹴り出しましたが、この時ボールをシャンクしました。結果的に大きな挽回を図ることには至らず、大阪府警陣33ヤード付近でボールは外で出まして、この位置で攻守交代、テイクオーバーしましてクラブベアーズに攻撃権移ります。結果的にかなり有利な位置からクラブベアーズ攻撃に入ります。相手陣33ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあまずクォーターバックが自ら行きました。ハンドオフをする際にクォーターバックそのまま抜き取りまして、自らボールを持ち中央突破を図らんというところ、しかしこれはディフェンスにカバーされましてゲインは1ヤードにとどまっております。クラブベアーズセカンドダウン9。パスは通ったがこの判定どうか。パス成功ファースター。ここでクラブベアーズはパスプレーでターゲット12番にパスを通し、これによって攻撃権更新を果たしました。しかしこの時に12番がファンブル仕掛けましたが、幸い膝をつくのが先だったためここでプレー終了となっております。パス成功となりまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。さあこれにより相手陣19ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあ今度は外をつきます。ランニング枠にトスしまして右オープンに展開、キャリア45番密集点に突入するような形で右オープン展開を図り、
約1ヤード、ゲインを果たした模様です。キャリアとなりました45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン9、パス成功。今度は右に展開していく0番にパスを通しまして約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。このパスを取りましたのはクラブベアーズ0番の川野でした。関西大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズサーダウン6、これは大阪府警ナイスディフェンス。ここでクラブベアーズは外をつかんとランニング枠にボールタクシー、左オープンを走らせようとしました。そこに大阪府警57番見事に対応しまして、このランを阻止しフォースダウンに変えます。見事なタックルを決めましたが、大阪府警57番のエイカは大阪産業大学出身のプレイヤーです。クラブヤーズフォースダウン10、フォーメーション変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。さあこのキックどうか、フィードゴール成功、3点獲得になりました。ここでクラブベアーズはフィールドゴールによる得点を狙いました。このキックを見事87番雪田見事決めまして3点追加となっています。フィールドゴール成功によりましてクラブベアーズ10点、大阪府警シールズ0点とスコア変わっております。さあ着々と得点重ねておりますクラブベアーズ、フィールドゴールで加点しまして、その、キックオフに今から入ります。さあ大阪府警リターンに入る、大阪府警自陣29ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変わります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ10点、大阪府警シールズ0点、攻守の方向入れ替え、これより第2クォーターに移ります。